ちは、たっきです。マリオストーリー実況プレイパート28、始めていきます。じゃあ、この奥に行きましょう。おわっ、なにこいつ、ピロリン草魂。ピロリン草魂のハートを出す草、ピロリン草になりすましているんだ。最大 HP8-2-0、 噛みつかれると毒、早くやっつけると回復しようと。なんだこいつマジで。この野郎、これも偽物かな。これは本物っぽい。これなんだろう。シンバル草、シンバル草、ジャンボル島にだけ生えている草。じゃあ奥に行きましょう。帰ってこい、こんないたずら坊主たちめ。あ、奥に欲しいものがある。ちょいとあった、そこにあって、聞こえてたらこっち向いておくれよ。捕まってる。この木に引っかかっちまって困ってるとこだったんで、なんとか助けてくれないか。もっとしっかり頼むよ。よいしょー。ふう、助かった。全く生きた心地がしなかったよ。助けてくれてありがとね。おかげさんで無事みたいだ。やれやれ、いたずら盛りの子供たちを追いかけてきたまで。いや、いいけど、あの子たちのいたずらに引っかかってあの通りのありさまだったのさ。子供たちでジャングルに行くなんて絶対危ないよ。大急ぎで追いかけなくっちゃ。あんたも怖い目に遭いたくなければ急いで村へ戻るのがいいよ。どうしてジャングルなんかに来たのさ。こういう事情があってさ。おや、まあ、あんたもあのいたずら坊主たちを探しているのかい。なら、あんた私と一緒にあの子たちを探しに行くことにしなよ。あの子たちジャングルの本当の怖さ知らないから早く見つけてあげないと。あらば、いけない。あんたの名前も聞いてなかったよね。なんていうか教えてくれよ。マリオ。マリオ、へえ、初めて聞く名前だね。遠くから来たんじゃないのかい。ジャンボルドを楽しんでくれと言いたいとこだけど、まずは子供たちを探すのに手伝っておくれよね。仲間になった。水際のある乗り場で下を押すと水の上を移動できる。乗ったまま下を押すと少しの間水に潜ることができる。水をジャンプしてアタックを攻撃するオブクアタックや水を吹いて攻撃する水鉄砲という技を使える。よし、これで水がいけるようになったので、あれを取りに間違えた。よし、これなんか、おお、手紙が落ちてきた。よし、じゃあ4つ目のフラワーさんをもらおう。よう、こんにちは、起こしてくれてありがとうさん。いいね、この島はあったかいからついつい寝過ごしちまった。俺はフラワーさん、この世界を俺たちの仲間で失敗にするのが仕事なのさ。あんたもぜひ俺の種をもらってちょうだいよ。と言いたいところだけど、あいにく種ができてない。なーいのか。すぐにできるさ、高くて気持ちいいところだから。あとで種を取りに来なよ。気前がいいから会った人に何でもあげちゃうよ。くそ、まだ種もらえねえ。
きなんだよな。まあいいや、ちょっと首に変えて行こうか。ですよね。こいつは擬態装そのまんまか。擬態装で草むらのふりして獲物を待っているんだ。 HP8 攻撃力3防御力0。噛みつかれるとまた毒があるの。毒を受けるとマリオの HP はだんだん減ってっちゃうから、ね、早く回復しなきゃ。おげつくはするよ。またかよ。どんだけ毒持ってる草多いんだよ。ガードしても2くらうからな。よし、モンスターゲット。出しやがった。来なくていいんだよ、一回一回。そい。
じゃあこっち側で。ダイソーがいる敵が多いな。じゃあ星クラス、帰れるよ。よし、まず1人、あとは5人いるんだって。これこっち側なんだ。入り口持ってきた。じゃあよし、じゃあ奥に行きましょう。やりダンサー、敵の数も多いしな。もう一回欲しい。星の振り
夜。よし、一掃できた。二つが多いのマジでやだよ。ここは確かに暗かったはずなんで、よし、やっぱりいたいた。くるくる回ってたお花があって、なんだろうって乗ってみたんだ。そしたらくる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 って飛ばされて、この中に落ちちゃったんだよ。真っ暗だし怖いし、早く出たかったのに、ちっとも出口が見つからないの。助けに来てくれてありがとう。じゃあ出口も分かったし、お家に帰るね。じゃあ戻りますか。これなんかぶっ壊せたっけな。ちょっとやってみよう。違う、こいつじゃない。マシンジャンプ。よっと。はあ、分裂してきた。よし。分裂マジでやだわ。おい、もう一回すんのかよ、こいつ。やめてくれよ。よいしょ。よし。ラスト。倒せるし、こっちか、こっちか。おはよう。あれ、マリオだ。どうしたの？僕を探しに来てくれたの？あれ、おばさんも？僕がプレイもしているうちに眠くなってここで眠ってたんだ。そんなに心配することないよ。ジャングルなんてへっちゃらさ。でもそろそろ寂しくなってきたし、お家に帰ろうかな。じゃあねー。あと1体か。よっと。じゃあ1回回復しよう。ちょっとピンチ。体力が危ねえ。
完了と。で、一回セーブして。それでは今回はここで終わりたいと思います。ここまで見てくれた方、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。